こんにちは。第一子電気主任技医者の平良です。今回は、東風電力ネットワーク株式会社が定期調査業務を実施してなかったことについて紹介します。はじめに、今回、東風電力ネットワーク株式会社は、一般家庭をはじめとした低圧の電気使用者に対して、4年に1回以上の頻度で調査をする定期調査業務の実施に漏れが、 144件あったたことを公表しましまなお調査漏れがあった144件全てについては調査を終え問題はなかったとしていますちなみに東北電力ネットワーク株式会社は東北6県と新潟県を供給区域とする一般送配電事業者で東北電力の100%子会社です次に定期調査業務とは何かというと 電力会社などの電線路維持運用者が一般用電気工作物について国で定める技術基準に適合しているかを4年に1回以上の頻度で調査し調査結果を需要化に通知する業務ですなおこの調査は小中学校病院などの特定需要化については毎年1回以上実施また調査内容としては絶縁抵抗系または漏れ電流系による 屋内配線の絶縁抵抗等の測定及び目視点検などがありますちなみに定期調査業務は一般用電気工作物の保安規制の表の通り調査の業務として電気事業法第57条で定められています次に今回の調査森について2024年6月3日に第一報として1件の定期調査業務を期限内に実施 していなかったことが発覚し、これを受けて、期限内に定期調査を実施しているかの確認作業を行うことを発表しました。その後、確認作業の結果、7月25日に新たに143件の定期調査業務を期限内に実施していなかったことを発表しました。次に、今回の調査漏れの原因としては、需要化の情報を管理するシステムに、 契約情報を登録する際、使用する電圧に応じた電気工作物区分のコードを誤ったことによるもので、具体的には低圧を高圧と登録してしまい、調査の対象から弾かれたとのことです。そして、再発防止対策としては、使用する電圧と異なる電気工作物区分コードを登録できないようにシステムを改修し、また本事案を 社内に再周知し、電気工作物区分のの取り扱いを徹底するとのことです。るととこで以上、東北電力ネットワーク株式会社が定期調査業務を実施していなかったことについて紹介しました。このチャンネルでは、電気主任技術者、電気工事士、電験の受験者の方など、電気関係の仕事に携わる方に有益な情報を発信しています。 よかったらチャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いです。また、メンバーシップも行っているので、興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。